え、てか、まつりさ、マジでさ、こよりめっちゃ楽しみなんだけど、まつりの好きそうな見た目してない？してるよね？めっちゃ楽しみなんだけど、暴れようかなって思った。ね、この、かわいいよね。かわいいんだよ、めっちゃかわいい。マジでかわいいんだよな。まつりちゃん好みわかりやすいよね。うん、そうだね。メンヘラが好きそうな見た目大体好き。いや、マジで好き。本当にどうしよう。本当に好き。話したことはね、まだないんですよ。ディスコのチャットはしたけど、通話はしてないから、声はわかんないんだけど、まだ。おー、見た目が好き。でも、伝えてあるんだよね。顔がめちゃめちゃドストライクですって。早くグッズ出してほしい。あ、そう、タペストリーとかさ、フィギュアとかさ、アクリルパネルとかさ、だったらもうめっちゃ買いたいもん。こよりちゃん一色にしてみ、部屋。もう、ただの可愛い女じゃん、そんなの。もう幸せーってなるでしょ？このなんか、狐みたいなさ、この、これ何者なの？ちなみに。こいつ何者？ 何も知らないんだけど、明日自己紹介してくれ。こようって、こようって。狐か？狼だ！ 狼だ！狼！狼なんだ！へえ！かわいい！コヨーテ、狼の仲間なんだね。え、バーカかわいい、ちょっと。本当にかわいいんだけど！ちょっと、ファンアートを調べて、この子のファンアートを勝手にスマホのロック画面にしようかな。ファンアートまで誰も書いてないんか。ってか、ファンアートタグがないのか、まだ。くそ。いや、画像検索しよう、名前で。はい、上がってますね。かわいい。え、なんか、ホロライブのさ、サイトの見た目変わってね。あれ？いつからこれ。ちょっと待って。え、あれ？ あれ？めっちゃ、かなり前。あれれ？あ、ついじゃ昔の方をずっと見てたってこと？うわ、そういうことだ！うわ、URL ちげえもん。へえ、すごい。へえ、リリースとか、え、これ祭りが出てるやつが並んでんの？すごーい！ 絶対今じゃない？タレントですよね。すいません。すいません。いや、こよりちゃんかわいい。早くコスプレイヤー出てこねえかなー。